はようございます。配信です。ティッシュオフしたい。ティッシュ取ってくるわ。おはようございます。今日は昨日と同じツインテールにします。いや、ツインテールで昨日から決まってたんですけど、いや、なんかね、前も思ったんですけど、ポニーテールできるわけなくないですか。アンジュさんの新書可愛すぎたな。びっくりした、びっくりしたよ私も。え、なんかさ、この長さでポニーテールできると思うってずっと思ってて、前受け付けた時もさ、てかサイドポニーなんかさ、ゆきのちゃんの元固定ヘアのサイドポニーでお願いしますってさ、ツインテールでギリギリやで、サイドポニーできるわけないやろと思って、そう、びっくりしましたっていうお話。おはようございます。ムラムラでミウチがやった。え、髪型ってそんなわからないもんなんですか。誰もコメントくれ。髪型の話一切触れへんやん、みんな。ショートでの一つ結び、だからショートをやったらく
送られへんねんて。まずショートじゃないねんな、これが。これをショートって言うんじゃなくて、これはロゴなんですよ。でショートはこれなんですよ、この長さ。ショートはそもそもくくれないんですよ。とかなんか名称知らんのはわかるけど、なんかわかるくないってめっちゃ思ってしまうんだけどさ、これは私がおかしいの？絶対わかるくない？この長さでサイドプリンなんかできるわけなくない？お団子は技術によるけど頑張ればって感じ。絶対無理だと。この長さやで、ツインでこの長さやで。ちょっと試しに持っていくけど、片方だけで持っていくけど、サイドポニー、雪乃ちゃんの元固定ヘアサイドポニーやったらこんだけ可愛くしてくるんで、片方だけで。でこっちもやったとしたらもう届けへんから、できるわけなくないっていう計算の問題なんやけど、毎回不明すぎる。なんで？と思って。巻いたらダメなの？そう。限定される。いやでも別に巻かんでもいいねんけど、全然。巻くのはどっちでもいいねん。公園で巻けるし、なんでもいいねんけど。普通にくくるか下ろすかとか、できるだけ毎日違うようにしてるけど、今日の場合は固定部屋的な感じでツインテールが黒島で定着させた方が覚えやすいかなと思って。中学生とコール入れずにウィッグとかあるけど、どういうこと、どういうこと。外羽全然いけるで。だからうちの学校巻いててもバレへんかったらいけるって感じやねん。なんか巻いていって怒られる人は怒られるし、怒られへん人は怒られへんみたいな。バリバリ巻いていってる人もおるからさ、なんであの子はいけんのって感じ。みんな持ってんちゃうなあ。結構雨降ってるらしいな。私まだ外見てないけど、でも雨降ってるってお母さんが言ってた。歩きで行かないといけないですね。あやぴょんが最年長ポジ、あ欲しいが残念。え、学校遅いね。間に合う時間に配信してるからできるよ。先生の判断次第。いや、めっちゃ巻いてんねんで。めっちゃ巻いてんねんけど、怒られる人と怒られへん人のあれが違うねん。なんなんて感じ。え、だから多分人で変えてる。いや知らんけど、別に巻いていかへんかったらいい話やから別にいいけど。しかもシュシュつけてるのも あかんけどつけてってるし、よく分かれ。
確かにそういう公平感あると生徒がいる。だからうちの学校荒れてんのかな。セットしたお花、アレンジ、アレンジしたお花。花はちょっと待って、今は無理よ。学校はおろしがダメ。髪の毛おろしがってこと？それは多いんちゃう。私はいけるけど。いや荒れてるで、めっちゃなんかダサすぎ。いや暴れ回ってるやつがおるねんけどさ、ダサすぎてびっくりする。今の時代に何してんのって感じ。時代遅れすぎて。先生は DD じゃなくて誰にも関心持たかねん。治安全然良くないで、うちの学校。別になんかそんなヤンキーがいっぱいいます、怖いとかじゃないけど、なんか普通にダサい人間が多いって感じ。だから特に支障はない。知らんけど間に合わないので、13位、ジェイソンさん、ありがとうございます。12位、鉄板さん、ありがとうございます。11位、まさきさん、ありがとうございます。10位、なべちゃんさん、ありがとうございます。9位、鉄板さんじゃない、鉄宮さんあかんわ。8位、RC さん、ありがとうございます。7位、ワンタンメンさん、ありがとうございます。6位、スイくんさん、ありがとうございます。5位マイクトラウトさん、ありがとうございます。4位高秀さん、ありがとうございます。3位上田和樹さん、ありがとうございます。2位佐藤くんさん、ありがとうございます。1位伊達ちゃんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。よし、ギリギリまで、あ、15分経った。ギリギリまで感じ。よし、切れるまでやります。ありがとうございました。カニ座10位、星座占い。